皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、おなじみ、みーちゃん先生、自社農場サンシャインファームに来ていただきまして、今日はこちらでまた農業実習、スタートとなります。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。楽しみにしております。今日は、どんな実習でしょうか？うん。もう何ヶ月前やったっけ？土作りもう済んでますんでね。もう中、金ちゃんがいると思いますよ。お、いよいよ今日は植え付けです。はい。はい。では早速よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。最近分かったんだけどね、EM 農法と金ちゃん農法ってね、相性がいいみたいなんですよ。だから EM のこういう結果の中でね、するとなおいいと思いますよ。で、私は今この EM の結果の中で、この金ちゃん農法をすると、究極の農業ができそうなんですよ。金ちゃん農法のいいところは、肥料がいらない。これめちゃくちゃいいですよ。特に沖縄なんかね、送料までかかるから。高いから今。高いだけじゃなくてなくなるかもしれない中でね。もともとさ、私たちが食べ物を作るのによ。なんでわざわざよその国からなんか持ってこないといけないの？長い歴史の中でさ、そういういろんな人間や生き物がいてよ。よそからなんか持ってこんば食べ物がないって、おかしいよ。沖縄は沖縄だけで回せばいいの。で、今それができなくなっちゃってたの。それなぜかというと、人間の欲やね。肥料入れたら育つのよ。あ、肥料すごいと思って、で、沖縄にないから、じゃあもうちょっとどっかよそで作ってでも持ってこようってしたわけよ。でもそれは確かに良かった。良かったけども、いつまでも続かないんですよ。だんだん育たなくなってきた。なぜか。もともと野菜は肥料で育ってんじゃないの。微生物で育ってんの。微生物がいないとダメなの。皆さんも腸内細菌がいないのにね、炭水化物、タンパク質、脂肪って栄養士の言う通りの食べ物を食べてよ。ここに菌がいなかったらどうなる？吸収できないんだよ。かなりの割合。同じことが起きてんの。だんだん、土壌の中の菌が減っちゃって、肥料入れてもうまく育たなくなってんの。なぜかって。原則から外れたことするからです。でも、仕方ない。農家だって生活がかかってる。ちょっとでもたくさん欲しかったし。まあそんな中ね、ここまでこう、間違いがだんだんひどくなっちゃって、いよいよ変わらないといけない時代になりました。それでも農家は変わりきらないよ。だって生活かかってるからね。なんかやって、もしうまくいかなかったら、いよいよ農業をやめてしまったら、今度私たちに食料来ないしね。じゃあどうすればいいか。皆さんから始めるの。皆さんが無肥料で、沖縄は沖縄のあるものだけで、めちゃくちゃ元気なものが作れたら、農家の人はね、じゃあやろうかな。あの人たちにできるんだったら、俺だったらもっとできるわ、ってことで。だから皆さんからね、成功してほしいなと思っています。それで、究極の農業っていうのは、だから、肥料がいらないのがまず一つです。金ちゃん農法は、木だけでいい。ね、草でもいい。竹でもいい。あとは？あと何？え？よく知ってるじゃない、あなた！パンツこれね、綿 100% って言いたいわけ。綿だったり、麻だったり。金ちゃんの方だったら、もうよそから肥料入れなくていい。問題はね、竹を入れないといけないわけよ。パンツを入れないといけないわけよ。それを入れないと、餌がなくなると育たないわけ。ところが、究極の農法は、その餌も入れないで済むの。どうしてかって。餌って何？木でしょ？植物ですよ。植物が作った炭水化物を入れないと、微生物がそれを食べてエネルギーしないと、窒素も空中窒素も固定できないし、ね。やっぱエネルギーがいるわけ。だから植物の残骸を入れたわけ。じゃあ、植物の残骸入れなくても、土の中に植物の残骸を作ってくれる人がいたらいいじゃん。わざわざ木を入れなくても、木を作ってくれる人が中にいたらいいじゃん。それを植物系の微生物と言うんです。微生物には動物と植物がいるの。今までの微生物はみんな動物系。なんか食べてるじゃん。生ゴミ食べてるじゃん、乳酸菌が。植物系が定着すればいい。これが難しいんですよ。植物系を定着させる。いわゆる光合成細菌とかね。まあそういういろんな仲間がいるんですよね。それがどう定着するか。EM とやればね、相性が合うんです。やっとね、
人類は世界を壊さなくても食べ物がいくらでもできる時代が間もなくなんです。だけども皆さんから始めないと動いてくれません。一部の研究者は動き始めてますけど、研究者だって研究費がいるわけ。その研究費は誰が出すの？国とか肥料会社とかなんですよ。だから研究ができないんですよ、したくても。じゃあどうすればいいか、やっぱり皆さんなんですよ。みんながやりだしたら絶対研究費が来るから。本当になんでうまくいくのって、こんなキャベツができてんの、こんなのが、で葉っぱ入れたらこんななってんの、小松菜なんかでコンテナからはみ出すの。でそういうことがもうできるんですよ。できるんだけども、なかなか今まで広がらなくてなかったけど、広がります今から。だってこうやって集まってきてくれたし、皆さんできるんです。どんな土でも、粘土質であって、ぜひやり方を今日覚えて、で帰って自分の畑でやってくださいということで実践していきたいと思います。では行きましょう。で実はこのまま本当は植えていくんですけど、今日は一旦中身を見たいと思います。レンガを外してください。取って、レンガ取って、レンガ取って。これ通常は皆さんやるときはこのまま剥がさないで植えるんですね。あ、レンガ取っていい。レンガ取る。レンガどっちにしろ取る。で今からやることはしなくていいことなんだけど、とりあえず今日は4ヶ月経ってるから中を見てみたいと思います。どっちかだけ剥ぎましょう。ちょっと待ってよ。金ちゃんほら、わかる？ほら、糸が出てるでしょ、ほら。どこ、自分たち剥げてみて、好きなところ。細い糸、ほら。例えばこれ。お、ほら、出てる。うわー、伸びてる。え？ほら、糸、ほら、糸が。それ、金ちゃんの糸なんですか？そうそう、何、他に何の糸があるの？根っこかなと思った。根っこがあるわけないじゃない、いや、植物いないんだから。見えないからいないんじゃないんですよ。もともと見えません。細すぎて。見えてるっていうのはちょうどこんな状態。ちょっと来てみて。細くて見えないね、糸状菌。で、これ束になるの。もっともっと来て。もう10人ぐらい束になるの。そしたらやっと見えるの。だから、ところどころ見えたら、見えないところにいっぱいいるって考えてる。で、これがもっと太くなると、本当にずっと糸になります。もっと太くなると、キノコやな。キノコの仲間だから。まず、畝を高く取りました。ここの水をあげてね。その時の高さを45センチは確保してください。45センチ。そしてその上に、こういう木のチップとか草を乗せたんですよ。バーッとね。で、その上に少し土を乗せた。そして、しっかり雨が当たってからマルチをかける。そういうふうにしてるんです。しっかり濡れてから、そしてから、おもしを置く。そうすると、おもしした、濡れたところにおもしを置くと、その後、ずーっと雨が降らなくても、どんなに乾いても、おもしの下は乾きません。なぜかというと、一回押さえてやってるから、毛細管現象が起きちゃって、乾いても乾いても下から水が上がってきます。だから、雨に当ててからおもしを置くということになるんですね。で、今からは逆に今度、植えるから。穴開けないといけない。だから、おもしはもういらなくなります。これからは穴をあちこち開けることで水分を確保します。小さい穴は何のために開いているんですか？すいません。先ほど今言うの忘れておりましたよ。本当にね。この農法は、どうやって無肥料で育つか、ですよね。自然界にはここに窒素があるわけ。N2 っていうの。これが、ね、硝酸とか、アミノ酸に変えるためには、エネルギーがいるの。植物自体は、この気体になった窒素を吸収することはできないの。で、自然界はどうやって植物を吸ってるかというと、大体の場合は動物です。で、うんこには窒素が入ってる。動物のお腹の中で空中窒素を固定する菌がいるんです。で、どうしてその菌は動物のお腹の中にしかいないかというと、動物のお腹の中は安定した環境の中で、しかも常に動物がエネルギーを食べてくれる。食べ物。で、そのエネルギーをもらって、で、空中窒素を固定してる。これが一つ。で、もう一つは、豆科。豆科植物だけは、根っこの中に窒素固定細菌が住んでんの。根粒菌っていうのがいるから、大豆もね、豆も本来肥料いらないの。根っこの中住んでんの。誰からエネルギーもらってんの？それは。豆やね。うん。豆が光合成した、そのエネルギーを根っこの中でもらって、で、窒素を固定して、それを豆にもあげてるわけ。お互いが助け合って生きてる。ところが根粒菌は豆科だけしかダメなんです。
マメ科の中には暮らせるんです。私も一緒。あゆみちゃんだったら一緒に暮らせるんだけど、この人の中にあんま暮らしたくないわけね。ごめんなさいね。わかりますよ。お互い様やね。でも世の中にマメ科じゃないものがあるわけ。じゃあどうすればいいか。もう一つ窒素を固定する方法です。森です。森の人たちは誰から肥料をもらっているの？四条菌、キノコなんです。キノコ。キノコ菌の中には、どんな野菜にも侵入するのが得意なのがいいんです。もうそんな、あなたは嫌じゃないの。あなただって侵入するの、この人。で、この人も、あなた受け入れてくれるの。根っこになるの、あの、さっきの糸が。この人の根っこになるの。四条菌だけは、くっつくの、誰とでも。ただし、すべての四条菌じゃないよ。木を食べる四条菌、糸ね。木を食べる糸。もみ殻を食べる糸、パンツを食べる糸、いろんな、糸がいるわけ。キノコたちがね。で、それは、食べるキノコ。もう一つは、そういうキノコと繋がって、繋がるキノコもいる。繋がるキノコの中には、植物に侵入のが得意なキノコもいる。だから、いろんなキノコの種類がいるわけ、自然界に。そして、だから何食べても、何入れてもそれを食べるキノコが増え、そのキノコと、あと植物と繋がるキノコがくっついたら、あとはどんな植物入れても、そのキノコ菌が侵入してついてくれる。ところが、キノコ菌そのものは窒素は固定できない。キノコ菌のすごいところは、何でも分解するところ。どうしようもない分解できないものを植物が作って、それを分解する微生物が昔いなかったの。それでできたのが石油。石油って植物の遺体。誰も食べてくれないの。今は石油はもうダメ、生まれできないの。なぜかって、どんな木でも分解するから。この四条菌が。分解が得意なんですよ。窒素固定なんかできない。窒素固定するのはさっき言ったように、限られた環境の中で誰かからエネルギーをもらいながら、生きてる。で、その窒素固定菌細菌は、牛の、動物の中にいたり、豆からの中にいたり、そして、四条菌とくっつくんです。で、この四条菌が野菜とつながるから、どんな野菜も無肥料でできる。っていう仕組みなんです。だから、この農法はとにかくどれだけ四条菌を増やすかなんです。ところが、四条菌には大事な性格がありまして、空気がないと育たないんです。水の中では育たないの。なんで穴があるか。これがないと、ここからしか空気来ないわけ。ここで四条菌がガンガン頑張って、酸素が減ってくる。で、ここから酸素が来るまで、で、酸素の、濃度が減るかもしれない。心配になって、で、ここに穴開けた。ここだったら近いから。そんな感じ。じゃあ、先に進みますよ。で、いよいよ植えるんですけども、今度はお持ちがないので、穴を開けていきます。穴開け器。お願いします。はい。で、どうしようかな。まあ、取っていって。今日はもう基本通り開けましたけども、後から開けても構いません。だって土結構濡れてたでしょ？だから、どっちかしたら梅雨が過ぎてからで本格的に開けた方がいいと思います。で、あとは植える野菜は、その植える野菜の採食密度に合わせて適当なところに植えていく。で、植えてないところは単に雨が降った時の入り口になります。本来は大雨の時期が過ぎてから穴を開けた方がいいかもしれませんね。はい、いよいよ植えます。はい、植える。まず苗から用意しましょう。で、今日はありがとうございます。これキャベツ。キャベツにケールに小松菜、リーフレタス。はいはい。で、植え方ですけど、まず土があります。土を避けます。そうすると餌が出てきます。ここは隅っこだからあんまり餌出てきませんね。あんまり餌出てこなかった。もう餌が出てこなかったらそれで OK です。あとは必ずここにグーパンチをしっかり入れます。グーパンチ。これをしっかり入れてください。これはどんな野菜作りでも一緒です。で、このグーパンチしたところに苗を植えるんですけども、この苗の根を見て、側面に根はあるけど、土がよく見えますね。底面も、それなりに土がところどころ見えてますね。これが若苗。
一番いいです。こういう若い苗を植えてください。もう市販の苗でいいですよ。農薬を使っとろうと。小さい時のことだから。あんまり種からしようと純粋に考えすぎない方がいいと思います。人間もそうだけど、生まれたその日からね、栄養不足っていうのはね、なかなか難しい。ある程度、離乳期まではしっかりもう、ちゃんと普通に育てて、それから、肥料のないところに入れてね、ちゃんと生きていけますから。ただ皆さんの年になって急に土管生活するって言われても、もう無理なんですよ。現代生活に慣れちゃってるから。だから、老化した苗はダメ。植物にとっても大変なんですよ。水吸えば肥料があるのか、それとも菌と繋がって菌からもらわないと肥料がもらえないのかってやっぱり違うんでね、生活の仕方が。小さいうちに新しい環境に慣れさせるという意味で、硬くしたらなぜかというと、ここ置くわけですよ。置いたら、硬いところに根が出ます。水吸います。吸っても吸っても根の周りは乾きません。これが大事なんです。普通の人はね、もうふわーっとして植えるわけ。ふわっとした人と根が出る。水吸う。根の周りが乾くんです。乾いた水が来ないんです。だって密封して抑え込んでないから。そのことを何て言うんですか？そう、毛細管現象。これをやると、今日水をやったら明日から水やらなくて済むんです。やらなくて済むというよりも、やったら本当はダメなんです。この人の気持ちになってごらん。ふわっとしてるところに、ああ、気持ちいいで根をすぐ出すわけ。ところが、水吸ってみたら乾くわけ、周りが。で、しおれてくるわけ。あや、どうしようかって思ってる時に、上からジャーっと水がかかるわけよ。その水は、下には行かないわけ。表面しか来ないわけよ。で、私にとってどう？あ、やっと水が来た！いや、これ、上の方に来た！って根を出そうとする。その水どうなる？次の日また乾くんですよ。あ、乾いたやん！やっぱり下しかないね。下もまた書こうと。で、また上から書かれる。おぉ、やっぱ上かなぁ。あ、やっぱ下かなぁ。上かなぁ。下かなぁって人たちにもう活着が遅れちゃって、ウリハムシが来るとかさ、いろんな病気になりますので、上からやらない。もうやらない。その代わり、下にピシッと仕込んでおく。最初にグーパンチをして、そしてここの土がもし濡れてなかったら、しっかりここで水をかける。しっかりグーパンチしたらこれを乗せます。そしたら周りの土を流し込んでください。で、土が足りないときは、どっかこの辺の土をね、取って、移植工程で取って入れてください。で、あんまり有機物をドバッと入れないように、少し入るのは構いませんけど、餌ばっかり詰め込まないようにね、できるだけ土が詰め込んだ方がいいです。で、ポイントはね、掘ったところの一番下の有機物を全部避けること。植えた苗の下に有機物が多すぎると、すごい今度は活着できません。毛細管連絡が繋がらないんでね、すぐしおれてしまいます。とにかく土にペタンと置くんですね。まあとにかく、もうね、入れて。で、軽く押さえたら、最後にここでもう一回水を入れます。何のためにやるかというと、今土を横に入れたんだけど、その土が十分、ポットの土とくっついてないかもしれない。だから流し込んで、ポットの土と今入れた土を密着させるのね。そのためにかけますので、流し込むようにかけます。土が流れていくでしょ。入っていくでしょ。これで出来上がる。おしまい。ということで、皆さんそれぞれやってみてください。とりあえず置いていきましょうね。穴があったら、広げて、グースパンチ。グースパンチ。結構強くでいいんですか？強く、もっと強く。もっと。よし。よし、オッケー。乾いてたら水をかけて、ポットの苗を。いい苗やね。もし老化した苗だったら根っこをこう広げないといけないね。はい。同じですよ。土を避けると木が見えてきます。木とか餌がね。この餌が見えてきますので、餌を全部避けます。餌を避けると土が見えました。ここでグーパンチをします。グーパンチしました。種の場合はね、例えばこれ今やったらここが少し土がこぼれてきたんですよ。一回最初にね、まず全部開けてしまってください。近くを。もうグーパンチ。ね。こぼれてきそうならもう、取る。で、これをね、3、4粒、ポトポトっと落としました。落としたら、周りの土をちょっと被せて、で、もう一回グーパンチをして。こんだけ小さい種だったらね、だいたい普通は種の、厚みの2倍から3倍っていうのが、覆土、土を乗せる厚さっていうことになってます。ふわっとした土を乗せてたら、乾くんですよ、種が。それで発芽不良になっちゃいますんで、しっかり抑え込む。で、ここで水をかけます。土が流れちゃダメなんで、さっきの水は
土を流すためにかけたの。だから蓮口を外しました。今度の水は土が流れちゃ困るでしょ。あんまり長くかけてると土が動くからね。で、またしばらくして水が染み込んで消えてしまったら、で、またもう一回かけるの。で、しかも、穴どこか深いから、これも、まず水やる必要はありませんよね。でもまあ、場合によってはかけてください。はい、次です。いくら白黒マルチといっても、熱が出るんです、やっぱり。強烈な太陽光線で。そうするとね、中で空気がどんどん熱せられます。土の中は全然地温上がりません。こんなにここが熱くなっても、もう5センチ以上下になるとね、そう簡単に、ね、上がりません、熱は。上に上がるから、熱はね。でもね、このマルチの下だけはすごい温度になるんですよ。60度、70度ぐらいの、熱気が出ると思いますよ。しかも、湿度が高いわけ。その熱気でやられて葉っぱが枯れる場合があります。葉っぱが枯れたら気づくんですよ。ああ、やっぱ暑かったって。ところが、葉っぱが枯れない場合があるんですよ。葉っぱがついてない限りはそう簡単に枯れない。でも相当なね、湿度の高い60度の熱気がこう当たってる。どうなってるか。人間で言ったら死んではないけど、で、まず食欲不振やろ。植物で言うと光合成能力落ちるの。光が当たっても十分光をエネルギー変えられないの。もう一つは、暑すぎたらどうなる？呼吸が多くなるじゃない。呼吸して栄養の消耗は激しいのに、栄養の生産は遅くなる。そしたら、初期成長が相当遅くなります。結構あるんですよ。元気にしてんだけど、なかなか大きくならないよねってやつ。人間には、目には見えないけど、相当苦しんでるってこと。はぁはぁはぁ、息だけしてね、食欲不振になってるってこと。それは困るから。だからその時はどうするかというと、熱気はここから来るわけでしょ？ここから。ここから来るわけだから、一生懸命で、ちょっと、どっかこの辺の土でもらおうかな。ここから熱気が来ないように、ここにこう、置いてやればいいんです。そしたらもう来ない。こっちの熱気も来そうだったらこっちも入れて。もしこれ斜面だったら、ここから熱気来ないから、こっち行くから。だから、斜面だったら下側だけ押さえる。この熱気の通り口をこう、押さえ込んでしまうんですよ。一つはマルチの上から押さえてもいいし、マルチの上じゃなくて逆にもうマルチの中に入れ込んで、中から空気が来ないように押さえてもいいし。こんな感じになります。はい、これで一通りのことはできました。あと何をするの？ありがとう。そう！もうね、大事なの。金ちゃんが育ててくれるんだから。はい、どうぞ皆さん、ちょっと本当に違うからね。はい、みんなちょっと手当てて。そしてね、まず、金ちゃんごめんなさいって言って。なぜかというと、私たちは金によって支えられてんの。どんなに悪い人だってね、腸内細菌がちゃんと生かしてくれてんの。なのに私たちは殺菌消毒ばっかりしてんの。バイ菌って言ってんの。違うの。金が私たちのお母さん。命のお母さん。それを馬鹿にしすぎてます。金ちゃんごめんなさい。で、それでもね、金ちゃんは私たちを生かしてくれてるんで、金ちゃんありがとう。次ありがとうって言いますよね。そして、あとはもう金ちゃん大好きだよって。で、いい野菜育ててねって気持ちを、心だけで気持ち込めてください。ただ一緒に金ちゃんごめんなさいだけ言おうかな。金ちゃんごめんなさいと金ちゃんありがとう一緒に言おうかな。はい。じゃあ、金ちゃんごめんなさい。ごめんなさい。金ちゃんありがとう。ありがとう。最後はね、子供はこんなすんだよ。金ちゃん大好き。金ちゃん大好き。金ちゃん大好き。お願いします。これは宗教でも何でもありません。これはどうしても生き物はね、人間の意識が影響します。本当に大事なことです。ただし、しなくても大丈夫。しなくても普通に育つ。したらもっとちゃんと育つ。本当に。逆に言うと、こんだけちゃんと処置をしないのにいい加減にしとって、金ちゃんごめんなさい、金ちゃんありがとうって言ってもダメよ。やっぱり物理的なことをちゃんと整えて、人間の意識なんか関係なく育つような条件にしとって、さらにそこに意識を入れるっていうふうにしてもらうといいと思います。
そしてこの意識の入れ方というのは、一回じゃ本当はダメなんです。繰り返し効果が大事なんです。金が一緒だとね、意外と意識がやっぱ金ちゃんには繋がりやすい。なお間違いありませんので、ぜひ、本当これ大事なところだと思いますよ。ということで、皆さんも、もしまたここに見学する機会があったら、声かけてください。で、日頃からかけてくれるのが、泉田さんです。お願いします。よろしくお願いします。ここ成功するとさ、本当に世界が変わるかもしれないのよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。